手。もうすっかり冬だね。うえ、僕たちが出会ってもう半年以上経つんだね。あっという間だ。本当に高田くんが来てからいろいろあったもんね。私だけじゃなくクラスのみんなもちょっとずつ変わってきて、なんて振り返るのはまだまだ早いよね。冬も遊びまくるぞ。今は純粋に高田くんと一緒の時間を楽しもうと思ってたのに。そんなこんなでまたまた人騒動。西村さんといるといろんなことが起きて飽きないな。これもきっと西村さんの魅力のせいかも。それを言うなら高田くんパワーだよ。高田くんがいるとどんなことでも楽しくなっちゃうからね。最近西村さんがグイグイ来る気がする。え、そうかな。